今日はもともと博物館巡りだったので問題なしです。まずは1軒目。ナス PS ガレージ。映画に登場する車両のレプリカなどが展示してあるカフェで、車好き、映画好きともに楽しめます。スポットマン、スポットモービル。スポットモービル、タンブラー。マットポット。どうやって曲がるのでしょうか。マッドマックス、インターセプター。007、ボンドカー。ベース車両はマスタングだそうです。バックトゥザフューチャー、デロリアン。1.215W。このチキン野郎、タイムサーキットもバッチリ再現されています。チャンチャカチャカチャカチャンチャカチャカチャンチャカチャカチャカチャンチャカチャカ。ナイトライダー、陰謀と破壊と犯罪の渦巻く現代によみがえる正義の騎士。続いて2軒目。ナスクラシックカー博物館。クラシックカーだけでなく、バイクも展示してあります。いろいろな国の車両が出迎えてくれます。1930年、世界スピード記録保持者 MGX120、 アルファロメオ、2000スパイダー、フィアット600、マッパースライブ。日本に2台しかないらしいですよ。那須高原から伊香保温泉に移動して、そして3軒目。おもちやと人形自動車博物館。昭和レトロな展示物の数々。懐かしい大衆車、イニシャル B の展示コーナー。漫画に登場した藤原トーク10に藤野やトーク10というモデルがあったのを初めて知りました。日本が誇る伝説の名車、トヨタ 2000GT。で大活躍した日産スカイライン GTR。 映画「族三丁目の夕日」に
こちらの博物館のミゼットが使われたそうですよ。3日目の走行距離、約180キロ。3日間の累計走行距離、約1010キロ。最終日へ続く。